みぎちゃんから一言。僕たちの友達が道路で亡くなっていたら、シャープ9910に連絡お願いします。はい、おはようございます。今日は月曜かな、朝のおなごで。はい、みみちゃん、みみちゃんさん、朝からちょっと顔噛んでくるんですよ。なんか甘えたいんかわからんけど、ね、じーっと見て、ちょっと凶暴化してるんですよ。な、みみちゃん。はい、はい、りっくん。はい、いっちゃん来ました、トイレ終わって。いっちゃん。はい、ママ何気なくね、誰がよう目立つようなこと言ってたね、ママ。ママ絶対今日ね、ママ。ママ。メルモちゃん。ルルちゃんも誰かね、餌もらえるのと間違うてんかな。はい、こんな感じで朝スタートです。はい、一応ね。マリンちゃんどこ行ったの？今日は来そうなんマリンちゃん。ニック来てるからね。ね、ニック、はい、ニック。ね、はい、ミナコも来てます。ミナちゃん、ミナちゃんはじめね、ゆっくりやったらなんとまたドキッとしよるからね。こういうふうに、ね、ゆっくりね、こういうふうに。はい、はい、ちょっとビクビクっとするからね。それで、あと、首撫でたったら、普通通りに、ね。あ、凶暴なのあれかってね、これもね。はい、みっちゃん、みっちゃん、おはよう。みっちゃん。はい、いただこう。こりちゃん、あ、むーちゃんかな、これ。むーちゃんもおるんで。トトちゃんもおるんで。まあ、このね、この子、慣れてるようにね、落ち着いてるように思うけど、おしっこがね、多分緊張のあまりに要せんのかな。昨日もね、ここにたらーっと 何流れてきたかなと、おしっこ垂れててね、これで、今もね、あ、また、今もね、ちょっと垂れてきて、下まで落ちていったという、だからこっちにね、ちょっとトイレ、あれしてんけどね、緊張してるから、多分この子は昨日も慣れてるように思うけど、あれかな、緊張しすぎて、トトちゃんみたいにまた、緊張が、取れたら、またちょっと、怒り出すかもわからんね、この子は。ひょっとしたら、ママね、ママの方。まあ、それでね、レイちゃん、レオちゃんはね、だいぶ、ちょっと変わったんかな、思い持ってね。またちょっと怒ったりするけど、かなり、ママ来てからね、変わりましたね。皆さん言うように。まあ、あれも影響あるかもわからんけどね、爪切りも。まあ、それはわからないですけどね。はい。トラキチ、おい、トラちゃん。トラキちゃん。はい、ハルちゃんね。あ、ソラちゃんね、ソラちゃん。ここでハルちゃんね。ここがハルちゃん。ね。はい。ミミちゃんちょっと悪いな、お前。噛んでくるな、顔。まあ、甘がみ、あ、いっちゃんも一時ね、それ しとったけどね。顔噛んだり。まあ、甘えたいんでしょうね、多分。はい。はい、麦ちゃんは中いてます。見てますね、麦ちゃん。これ。ね、麦ちゃん。サビちゃんの兄弟と思われる。はい、キノコちゃん。まあ、この子とね、ママはもう近々ね、また、手術連れてくるか悩むんですけどね、子供はいて、多分いてると思うんやけど、今やったらね、おろしてもあれかなと思ってね。ね、はい、スーパーちゃん。じゃあ、ヒーローちゃんね。まだ間違えない。これは誰よ。はい。緊張してんか、ママ。まあ、緊張せんねえで。な。な。あ、もう緊張することないからな。な。わかったか。な、もう緊張することないよ。な。な、おしっこここでするようにしいや。まあ、これがちょっとね、癖ついたらえらいことやけどね。草なるからね。はい、りんちゃん。珍しくりんちゃんこうです。はい、くりちゃん。キーボーかな、つう。キーボーかな、ね。なっちゃんとキーボーかな。はい、ララちゃん。あ、じゃあね、あれね、忘れました。で、ド忘れてる。も、あ、じゃあ、ももちゃん、ももちゃん。どうぞ。はい、ララちゃん。目がね、まだ治ってないんだ。やっぱりもう気づいてるかもわからんね、この目ん玉が。白になってるからね、まだ。ひょっとしたら傷で治れんかもからね。はい。ね、誰か、ホストの、ね、何でした？北郎ちゃんに言われてたらね。はい、サビちゃん。サビちゃん。はい、こいつ悪いんですよ、朝からこれ。ロシアンちゃん。ロシアンちゃん、
結構喧嘩をって言っとったね今日。あ、ひらりちゃんね、ひらりちゃん。最近ね出てこないでみんな心配しちゃうから。ちょびちゃんね、ちょびちゃん、ちょびちゃん。はい。これはねママやね。ここは行ってないね。ぼぼちゃん、サビちゃんね。ね、はい。ぼぼちゃん。はい。ベイちゃん、アメちゃん。はい。ランちゃんかな。ひらりちゃん、はい、スジちゃん、マリン、マイ、あ、マロンちゃん、それはね、もっとね、ここに、はい、ボマちゃんね、ミギちゃんね、今日ミギちゃんね、まあまあ言うてええんかな、あの放送が決定しましたよ、まあ今日から、あ、今日明日明後日全国でね順番に放送されると思うんでね、6時10分から言うてたから、皆さん見てやってください、ミギちゃん。ポンさんもちょこっと出てると思います。NHK の DO か、動画いうことなってて、ね。こんな感じで、みーちゃん、テレビ出演です。あ、また入っとんのか。あ、取らなかった。はい、あーちゃん。あーちゃんね。こんな風かな。はい、みーちゃんね、みーちゃんほんまにね、ちょっと。まあみーちゃん、みーちゃん、まあこのみみちゃんはね、猫おやじさんのスキルジーさんもね気に入ってると言われるみみちゃんです。みみちゃんだいぶファンになったみたいでね、はい、もう2回目はね、だいぶマシやね、みんなね、うん、みなちゃん、メルモママね、ママ特集は結構人気ありますね、うん、よしよし、だいぶね、この子は絶対ね、外開けたったらね、空気の入れ替えで外開けたら絶対に見に来るという、日頃動かんように思われるけどね、見に来るんですよ、この子。まあ逃げたのか、感がまだあるんでしょうね、この子には。ね。はい。あとね、キッキちゃん、キッキちゃんは多分ね、まあご飯も食べてる思うんやけどね、またね、ケージに嫌だと思って、ちゃんと見てます。マイル、サブコロちゃんどこ行ったかな、最近は。あ、サブコロちゃんこっちかな。サブコロちゃんの紹介が最近で、マイルちゃん。モニトンかな。あ、サブコロちゃんこれやのね。あ、これシャークちゃん。これシャークちゃんかな。うん。マイルちゃんはあっちおったもんね。サブコロちゃんはここかな。シャークもここやね、今日は。シャークもここですね。まあ、こんな感じで。まあ、ここにいてると思います。ね、ルルちゃんはここ、まあ、こんな感じです。まあ今日から月曜日ということでね、またいろいろね、忙しい、まあ、新型だけね、気ぃつけてやらんと、だん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 ね広まってるからね、ほんまにあれだけはね、どうしても気ぃつけとかんとね。これごまちゃんかな、あっちはごまちゃんだもんね。あ、ここにマイルちゃんもね、マイルちゃん、ね、はい、こんな感じです。まあ今日はこんな感じでね、猫紹介ということで、はい、以上です。ありがとうございます。私、レオちゃん、人間の食べ物を与えたりすると腎臓が悪くなり、知らない間に仲間が亡くなったりしていますので、与えないようにお願いします。